はいどうもえー、のはです、えー、今回はねあのー、ちょっと思考が違った動画というかあのー、語りが基本な動画になってしまうんだけどあのー、俺の好きなアーティストというか俺バンプオブチキンっていうバンドがすごい好きなんだよでそのバンプオブチキン通称バンプが ととう,う YouTube に公式の YouTube でにから動画をね歌の動画を出し始めたっていうのが俺にとってすごい一大ニュースなのであのこの興奮が冷めやらないというかあの放出したくてちょっと紹介させてほしい動画としてもうあの 垂れ流ししてて聞いてしいほ <laughs> もうあの本腰入れて聞かなくていいからもう垂れ流して聞いてほしいあのねえー、っとねもう iPad を用意してるんだけどえー、っとね何昨日あの今日の段階で今日が5月5日かなに動画撮ってるんだけど昨日えー、っとから動画をアップし始めてバンプが。 で多分順々にアップされていくんだろうけど昨日アップされたうちの中であの俺バン o f ブチキの曲基本好きなんだけど基本好きであのどの曲が一番好きって聞かれても正直一生悩めるぐらいあの結構迷うんだけどでも特にこれすごい好きっていう曲があって。 それが「真っ赤な空を見ただろうか」っていう曲であのね昨日上がったんだよ公式の方からあの概要欄に YouTube のリンク貼ってるんだけど昨日 YouTube でもそのこの YouTube の,あのリンク貼って紹介したんだけど「真っ赤な空を見ただろうか」っていう曲がアップされてて俺の大好きな 本当ね、興奮してしまった。すごい興奮した、昨日。YouTube で無料で見られるでも、うん、みたいな。本当にね、あのー、素晴らしいっす。あのね、えー、っとね、もう話すと本当に長くなるんだけど、えー、っと、俺、去年、このバンプオブチキンのライブに行ったの。 友達友達が出てくれてで誘ってくれて行ったんだよパスファインダーっていう去年出たアルバムのツアーで埼玉スーパーアリーナに行ってきたんだよねであのー、やっぱアルバムを引っさげてのえー、っとツアーだったから 基本あのそのコンセプト通りアルバムの曲を順々にやっていってたんだよねで去年出たその一番新しいアルバムの「オーロラアーク」っていうねアルバムの曲も全部本当にす,すっげーいいんだよ特に俺は月光が好きかな月光っていうあのアニメのエンディング にななってた曲なんだけどあの「からくりサーカスだったかな」かサーカスっていうアニメのエンディングになってた曲なんだけどでまあ聴いてくじゃんライブでもう全部もう汗汗だくで乗りながら聴いててでまあ普通に今日途中あのステージ移動みたいなので。 あのメインステージからちょっと離れてってあのメインステージのついーになってるちっちゃいステージにメンバーが移動したのよでそっちに,かにも楽器があってみんなこうやって楽器持ってで次何,何の曲あるんだろうってワクワクしてたらため息のわけよって始まってそれが 真っ赤の空を見ただろうかの歌い出しだったのはあ、いやマジでそっと押しかけたマジで気絶本当に誇張なしで気絶するかと思ったマジ隣の友達に「あっ!」って言ってしまってあの事前に友達に言ってたんだよ、ま、俺真っ赤の空を見ただろうかっていう曲一番好きなんだよねってでまさか本当にあの アルバムコンセプトのツアーだったからやると思ってなかったの本当にこの曲を真っ赤な空を見ただろうかをしかもあのバンプっていうか、まあ、バンドは多分基本そうなんだと思うんだけどいや多分日によってやる曲違うんだよ過去の曲をやるにしてもでもたまたま俺が行った埼玉スーパーアリーナの初日かなにやってくれてもう運命感じてしまった 本当に最高だった本当にそれだけでその一曲だけで普通にライブ代のお金払ってもなお全然お釣りが来てきた向こうからああもう素晴らしかったしかもあのー「真っ赤な空を見ただろうか」っていう曲あのー、本当に何年前だあの「涙のふるさと」っていう楽曲があるんだけどそれが A 面で真っ赤な空を見ただろうか B 面なの いわゆるカップリング曲なのよだからあのなんていうのマジでやると思わなかったの表題曲じゃないからあのー、なんていうんだろうなや,らやると思わないじゃんカップリング曲をしかも多分10年以上前の曲で カップリング曲でこんその時のツアーのコンセプトは最新アルバムの曲をやるっていうものだったから本当に来ると思ってみも思ってなかったのでもそれでも普通にいいツアーなんだよ「バンプ好きだし「あのオーロラ r クっていう新しいアルバムの曲は全部好きだったからそれ普通にそれ目当てで行ったらもう期待を本当に超えてきてくれた。 万歩ブチキン素晴らしいなっていうことを言いたかった吐き出している <laughs> 一回で一回だけでいいから聴いてほしい「真っ赤な空を見ただろうか」っていう曲を一回でいいから聴いてほしい君の懐に刺さらなくてもいいから一回聴いてほしい 俺はこれ、この曲が好きなんだっていうことを一回してほしい。まあで、あと、まあ話戻るけど、昨日の、昨日解禁された歌の中ではね、あとは、Firefly っていう曲。俺、高校時代に、BUMP OFF j i c k n にすっごいハマってた時期があったの。で、 友達もあの高校の時の友達もバンプ・オブ・ギ好きででアルバムとか CD とかじゃあ貸してあげるよって言われてで貸してくれてその時にあこの曲いいなって思ったのが「ァイヤーフライっていう曲だったのであのすごい何て言うんだろうな「ファイヤーフライっていう曲のね歌詞が本当に、ね、俺は今すごい染みるんだよ なんか大人にななってすごいしみるなんか高校生の当時聴いてた感覚と今ちょっと大人になって聴く時の感覚がすごい違うの。なんか「ァイヤーフライっていう曲の歌詞の大筋をまあざっくりまあまあざっくりと言いたくないんだけど曲を聴いてほしいから。でざっくり言うと何て言うんだろう夢を諦めた人間の心意気っていうか心情を第三者から見て。 どういうい言葉を投げかかけられるかみたいなものなんだけどなんかやっぱりあるじゃんあの大人の方で見てくださってる方だとまあ少しは共感してくださってる方もいると思うんだけどあの夢っていうものを持ってた時期があったり諦めたものが過去にあったりっていうそれに対していかに肯定、まあ、肯定でもないんだよなんていうか。 どういうい言葉を投げかけるんだろうみたいなそれのほんとにもうチョイス言葉のチョイス作詞のチョイス作詞のワードセンスのチョイスっていうのがすんごいほんとに僕あの俺あのバンポーブチキンのあのボーカルの藤原本さんが全部作詞作曲してるんだけど俺個人的にだよ個人的にだけどこの人以上に作詞のセンスがある人はいないと思ってるのマジで。 そんぐらいマジであのー、ぶっ刺さってくるんだよ俺の心臓にあのー、曲ごとの歌詞が全部ぶっ刺さるんだけど特に「ァイヤーフライっていう曲はほんとになんか聴く,くときに聴くとほんとに泣いちゃうんだよねもう全部語りたい全部語りたいけどもうこの時点で結構もう動画の時間が羽になってるから もうこれ以上は言えないけどあのね、ちょうどあの手元あの、探せばもっとあるんだけど、アルバム、ちょうど手元にあのコスモノートっていうアルバムと、レイっていうアルバムがあったんだけど、あのこの二つはおすすめですね。まあ他、他も全部おすすめなんだけど、あと、あのこのレイっていうアルバムがちょうど俺が高校生で、あの、バンプオブチキンにドハマリしてた頃に出たものなんだけど、ほんとにね 外れ曲がないいやバンプはもう本当に全部外れないんだけど中でもこの「レイ」は本当にに外れの曲がないまあ特にこの「レイ」っていうアルバムの中でサザンクロスっていう曲と「トーチ」っていう曲が俺は好きなんだけど。 特にサザンクロスっていう曲はあの俺のチャンネル名の由来になってるぐらいにあのすごい影響を受けてる曲なんだけど本当にねバンポーブチキンはいいよ <laughs> あのー、すごい欲しい共通の友達が欲しいいるんだけどやっぱもっと欲しいよねバンポーブチキンを一緒に聴ける人間が うん、というわけで、あのー、興奮冷めやらぬ中、えーうん、この動画をに全てをぶちまけましたあのど俺がとにかく一番言いたいのは昨日 YouTube に「バンプオブ式」の公式から上がった「真っ赤な空を見ただろうか」っていう曲を一回聴いてほしいっていうことを一番言いたい、うん、こんな長々と動画を撮ってるけどこの動画の内容の中で一番言いたいのはそれ そこからハマってくれる人とかがあの視聴者の中にいたらなおさらいいな。というわけでねはいそれですあの高校の頃に一時期ドハマリしてでもちょっと離れた時期もあってでもあの3年ぐらい前に友達にまた別の友達なんだけどに誘ってもらって行ったパスファインダーっていうツアーで俺そこそれで初めて BUMP のライブ行ったの。 言うたらまあ結構にわかなんだけど <laughs> 行ってそれで再燃したんだよねバンプの熱がで去年のパスファインダーも行ってもういますもう熱は燃え盛ってるということで、えー、バンプオブジキはいいぞっていう動画ですえー、ねぜひ俺のこと推しだよって言ってくれる人が 見てる流れもしいらっしゃったら推しの推しだから推しの推しだからぜひあのー、一回 <laughs> 騙されたと思って、えー、聞いてほしい聞いたあか月にはぜひ俺と一緒にえー、語れたらいいんじゃないかな <laughs> というわけで「b u m p o f は素晴らしいって、えー 語る動画でしたバイ